こんにちは、太郎です。今回は GR3 に搭載されているイメージコントロールについてお話ししていこうと思います。イメージコントロールは GR3 で撮影するときの色彩設定です。 GR にはカラー、モノクロからフィルム特有の色再現でブリーチバイパスやクロスプロセスなど様々な色再現が可能です。この動画では基本となるカラーでスタンダード、ビビッド、ネガフィルム調、ポジフィルム調の設定でいろいろと撮影しながら、その色再現の違いや雰囲気などを比較していこうと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。まずスタンダードとネガフィルム調で比較していこうと思います。スタンダードの色再現はフラットで、あまり癖もなくて使いやすいイメージコントロールかなと思っています。サイドもきつすぎず、コントラストも適度で階調も豊かです。あと光の雰囲気が色乗りしてきたり、どこかこう情緒的な雰囲気っていうのが特徴です。でこれに対してネガフィルム調も、名前の通りネガフィルムのような懐かしさを感じるくすんだ色彩と、シャドウやハイライトの階調の豊かさが魅力です。まずこの写真ではちょっと分かりづらいかなと思うんですが、全体的に少しイエローが足されたような、懐かしい感じになってるかなと思います。ちなみにこっちの方が色の雰囲気は分かりやすいかなと思います。この標識ではネガフィルム調の方が錆びれて色あせた感じを再現できているように感じます。光の柔らかさや空気感とかはスタンダード含めてですが、この設定が一番適しているように感じます。そのため穏やかな古い街並みとかではこのネガフィルム調が個人的にもよく使っていておすすめです。次にビビッドと比較していこうと思います。その名の通りで色を強調してくれる設定です。見た通りでスタンダードに比べ赤がより強く発色しているのがわかるかなと思います。スナップとしては強い被写体であったり、少しこう違和感を感じるくらいに原色を強調させたい場面などがおすすめで、全体的にコントラストが強くなるのでメリハリをつけた描写になります。一般的にコントラスト彩度が強めの色設定はシャドウとかハイライトの階調が出にくくなったり、黒つぶれしたりすることも多いんですが、ただこのビビッドはあまり極端なコントラストでもないので、基本の設定では比較的こうシャドウとかハイライトの階調もベタッとした感じにならないかなと思います。今回お話しさせていただいているイメージコントロールで、ここからは自分が使用してての勝手に思ってるだけなんですが、スタンダードのフィルム版がネガフィルム調、ビビッドのフィルム版がポジフィルム調という住み分けになるかなと思っています。スタンダードとネガフィルム調は豊かな階調や情緒的描写、ビビッドとポジフィルム調は高コントラスト高彩度っていうところで共通しているかなと思っていて、で次にポジフィルム調を比較していくんですが、ここではゾウ君にご協力いただいて4つのイメージコントロールを比較していこうと思います。でこの原色の被写体の場合はかなり色の違いというのが分かりやすくなっているかなと思います。ポジフィルム調ではビビッドに比べてもかなり強いコントラストで色調が強くて、もともとフィルムカメラでもポジフィルムはラチチュードっていう、一般的に言うダイナミックレンジが狭い中で、原色などは強い発色が特徴で、そのあたりがまさにこのイメージコントロールでは再現されています。またこれもポジフィルムの特徴ですが、ポジフィルム調はフィルムと言いながらネガフィルム調のようなくすんだ感じではなくて、表面的にこうつるっとした感じになります。イメージコントロールの中でビビッドとの使い分けとしては、いい意味で安っぽい雰囲気の色を作り込むとか、あとはこういうストリートの落書きやアートの色をケバケバしいくらいに強調してみるとかが面白いというか、自分はそういう使い方をすることが多いです。もちろんフィルムで撮影したポジフィルムの写真の感じで色や雰囲気を詳細設定などで突き詰めていくっていうことに関しても一番近道になるはずです。はい、今回は GR のイメージコントロールについてお話しさせていただきました。イメージコントロールは他にもいろいろとあって、後日引き続き紹介していこうと思います。今回紹介した中で個人的にネガフィルム調が結構好きで、いろいろと撮影で使用したりしています。
GR3 の場合はレンズ内 ND フィルターの機能もあるので、あえてこの晴天の日でも ND フィルターを使用して ISO 感度を上げて、よりこうフィルムっぽい流状感も足して撮影するなんかもおすすめです。また GR はそれぞれのイメージコントロールに対してキーやコントラストなどを好みに応じて調整してプリセットしていくっていうことも可能です。とりあえずいろいろと基本の設定を試してみて、お気に入りのイメージコントロールの細かいパラメータ設定で楽しみながら自分だけの色を見つけてみてもいいんではないかなと思います。このチャンネルでは写真、動画撮影やカメラ機材などについていろいろと発信しております。この動画が役に立ったと感じていただけたらグッドボタンを、できればチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。今回のお話で分かりづらかった点や質問、感想など何でも結構ですので、コメントなどいただければ幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。